もしもし。あ、もしもし、小雨です。あ、小雨ちゃん、どうしたの？ちょっと降りて、ちょっと相談したいことができちゃって、お忙しい時にごめんなさい。あ、全然いいよ、いいよ。そしたら、なんか顔見て喋れた方がいいかなと思うから、ズームを立ち上げるから、じゃあズームでお話ししましょうか。すみません、ありがとうございます。なんか、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。コサメちゃん、どうもどうも。どうした？なんか用事あるって、なんかさっき連絡あったけど。そうなんです、実はコサメ、ちょっとクラシック専門で里親が、苦手で、それで早苗さんの前都庁でやらせていただいた時に、私もなんかちょっとああいう風に発表とかできたらなとか思って、うん、私でいいの？お願いします。わかりました。ちょっといっぺん聞かせていただいてもいいですか？十分できてる気がするんだけど。パターンがいつも私がやると、うんうん、なんか同じような感じ。あ、持っていきたいフレーズとかはあったから、成立は全然してるから、そんなに気にしないでアドリブ、うん、しましょうみたいになった時にそれを出しても全然大丈夫だと思うんだけど、何かちょっと変えたいとかっていうのがあれば、はい、左手がわっと展開するのがもっと早くてもいいのかなとか、うんうん、リズムパターンを変える、あ、うん、なるほど、とかアドリブの中でもうちょっとこう抑揚をつけるのに、うん、クラシックっぽい、もうみたいなのがうわーってうわーってくるような、そういうアプローチしてもいいだろうし、で上のフレーズ、今すごく歌いやすいメロディーラインだったと思うし、それはすごい綺麗で、それは大事にしてほしいけど、もっと何か入れたいってなった場合、刺繍音とか飾りをいっぱい入れると複雑になってくるかな。あとちょっとクラシックからはちょっと離れて、ちょっとそういうコードの記号で言うと、セブンスノート、ナインスノートとかってテンションコードが上にねいっぱい積まれていく音があるんですけど、それがいっぱい入ってくるとどん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 曲が豊かになっていく感じ。このマイナースケール、いわゆる和声的単音階、旋律的単音階、自然的単音階の中で作るフレーズっていうのは絶対大丈夫、何をやらかしても大丈夫な安全牌なんだけど、そこから一個飛び出してブルースノートとかを足してあげたりとか、
刺繍さっきの、あの、うん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 、和音以外の音をうまく混ぜるっていう、はい、センスが問われるっていうか、さっき小雨ちゃんが弾いてた最初のワンフレーズだけ今ちょっと右手弾いてもらってもいいですか。アドリブってめちゃくちゃ音符詰めなきゃいけないみたいな、なんか意識が働きがちなんだけど、実は本当にその1音の入る絶妙なタイミングだけでも説得力があるとそれでも OK みたいな、うんうん、あえて音めっちゃ抜くとかね、あのこういう全然メロ埋まってないけど気持ちがいい、はいはい、その代わりそういう時はあのちょっと左手の今みたいにアルペジオで埋めてあげると か、うんうん、だからメロディーとアルペジオの低音部分の方をちょっと埋めてあげるとかみたいな、急に雰囲気出る感じになる、うん、こうすると、うんうん、かっこいいそうそうそう、今なんかすごいざっくりやってるからちょっとうまくお伝えできてるかがあれなんですけど、なんかそれで上となんかこの中のフレーズでこうとなんていうの、問いかけるというか答えてる感じで作ってますよね。そんなんとかもね、うん、やったりとかしても全然 OK だから、かいい即興での中でそういうのがあったりとかするとおおなんかこう会話大人の会話っぽく聞こえてなんかとっても雰囲気がなんか出てでも初心者にはちょっとまだまだレベルが高いかなって感じなんですけどちょっとなんかいつかあのちょっと頑張って練習してみます。そう、なんかその即興演奏って右手でねうわーってやらなきゃいけないっていう意識からの解放はあっていいかなと思う、うん、基本的になんか即興演奏の時って、まあ、与えられたその何小節間の間で自分なりの物語を紡ぐみたいなイメージを持ってやると方向性、あ、持っていきたい曲のフレーズのエネルギーみたいなのが決まってくるっていうか、なんかこんなんで大丈夫かな。もうすごいなんかいろいろ今いいあの演奏たくさん聞かせていただいて、あのもうすごい勉強になりました。なんか本当に同じ音を使ってるのって言うところがちょっと、いや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 、小雨ちゃんがまた後日ねなんか新しく作ってみたみたいな、なんかアドリブのフレーズ作ってみたみたいなのがあるとすごく面白い。あかも頑張ってやってみようかな、うん、すごい。